の情報室にお茶です。ブラックです。ということで今回もセーフニングレバープリン潜入しちゃっていこうと思うんですが、今回はですね、このフォーメーションが今めちゃめちゃ強いよということで、このね多分ねシステム引いてる人って2021やってきたんですけど、未だ一人も出会ってないということで、2018とかの時はシメオネ監督がすごい442のシメオネが強くて、この両サイドのここをですね CMF にして、ダブル CMF みたいな感じにしてちょっと中をこう寄せるみたいな感じ流行ったんですけど、21とかではねほんと見ない。アマチュア TV の方でね2018に強かったんで、2021でねどうなのかなってやってみたんですけど、これね結構強くてですね、今回ねちょっと紹介しようかな。監督がですねクリストバル・ブエナ、今回ここにですねあのボックス・トゥ・ボックスのビエラと、ジェラード、左ミッドフィルダーと右ミッドフィルダーとこの WCM、まあ、具体的に何がじゃあ違うのかっていうと、まず一つがですね、左ミッドフィルダー右ミッドフィルダーで CMF にした方がこの選手たちは結構中によるんですよね。なんでちょっと中央が硬くなるっていった感じで、守備陣に関してはジェラードとかビエラが中にこう絞るんで、中のねこのここがまず硬くなる。攻撃陣に関してはこれがやっぱりちょっと若干中に入るんで、ここのね3枚のパスが非常につなぎやすくなるっていうのがあって、442とかだとやっぱ OMF がいないんで、ちょっとねここに当てるときに距離がねできてしまうんですけど、ここをねダブル CMF にすることによって中で受けて中継役に入ってムバッペとかに当てられるとなるんで、ビルドアップは攻撃陣しやすいし、守備陣は中のねすごい強度が上がるんで、今ね強い、要はギジサン CM のチェレフチェンコとか、あとはファイブバックのねリンフットみたいな感じで2トップ 1OM に対してもしっかりね守っていける。 2OMF と何が違うのか、まあ、やっぱり OMF なんでこの位置が高いんですよね。始まりの例えばこの辺でボール奪った時のビルドアップの時にここがちょっと高い位置取っちゃうんで、ここになかなか入れづらいっていうのがあるんですよ。ただこれ 2CMF なんで OMF に比べて距離がちょっと下がってるっていうのがあります。だから守備時も下がるし、攻撃時の時は下がってるんでビルドアップがしやすいっていうのが、まあ 2OMF とのまあちょっと違いかなっていうふうに思いますね。今回ジェラード使ってこれジェラード置いてるんですけど、ここの2枚はですね、なんでこの選手かっていうと、ジェラードもですね、このビエラもですね、ディフェンスセンスからアグレッシブネスの面が高い選手を置いてるんですよね。でボックス2ボックスの選手、ベッカムとかだとやっぱりここまでディフェンスセンスからアグレッシブネス高くないんですよね。なんでまあこのシステムって、まあ、基本的にやっぱり守り重視というか、ちょっと守備固くしたい、さらにこの44に使ってて守備固くしたいっていうのがあるんで、守備ができる、そして攻撃にも特化しているこのジェラードと、まあ、ビエラ、まあ、これベンチにいるのが、まあ、ポクバとかあとケシエとかゴレツカ、体がもうゴツ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 なんですよ。監督はねシミオネですけど、はい、シミオネって言えばそんなに数値的にはね、まああんまり今作良くない。これだったらなんか他の442でもいいのかな。プラス値で言えばこの同系のココとかの方がいいとは思うんだけど、何を重視してるかというとこの戦術ですね。特にカウンターショートパッチ中央なんで、やっぱりこの辺でボール奪った時に手数をあんまりかけないですぐ当ててカウンターでアタックしていくっていうのが、まあ、一つ狙いでもあるんで、またねこのシステムの形が5バックとか3バック、どのフォーメーションに対しても全然やれちゃう。最後にどれぐらいやれるのか、はい、やっていきましょう。Perfecta medición de los tiempos y precisión, sobre todo precisión en un disparo impecable. ¡Dispara! Eso sin duda ha hecho que cambie la dinámica. Una ventaja de dos goles es cómoda sobre el papel, eso sí, pero lo bonito del fútbol es que puede pasar de todo hasta que el árbitro no pita al final. ¡Qué buen control! ¡Busca el remate! Desde ahí pueden llegar arriba. La manda arriba. Mano providencial. Lo vuelve a intentar. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas en los rostros. Gilberto Silva. Otra combinación y el balón se pasea muy cerca de ¡Golpeador! Amber. Optan por retrasar.
pasar esa pelota. Nedved la manda arriba. ¡Qué merca! Gerard. A ver qué se saca de la manga. Buen robo de balón y contragolpe. Utiliza ese espacio en la banda. La pone a la banda para el defensa. Cambia el juego a un compañero desmarcado. Pase en profundidad a Vieira. Nedved tiene un disparo claro. Gran intento. Nedved cambia el juego a la izquierda. Mbappé. Buena posición para él. Lo intenta. Se la ganó por los pelos. Pasan a la alternativa. Buen pase en profundidad. ¡Golpeamos! La recupera enseguida. さあ、というか行きましょう。あ、いいですね、調子は。ツイートラーね。なんかね、まあ、数値もそんな悪くないんだよ、言うて。あの、まあ、ただ、コンパクトですね、7とか。18とか19の時の、ね、シメオネはすごかったよね。あれは強かったよ、ね。あのピーキーさ加減はすごかったよ。まあ、あれ一強だったよね。そうそうそう。シメオネ時代がもう余裕だったから。いやー、伸びるか。危ねえ。あ、え、何やそれ。何やん、そのテディベアみたいな倒れ方。ショートカウンターだから結構ね、もうこれでいっちゃっていいの。手数が来ないで。え、あー、無理か。ジェラードとかね、ビエラの場合結構体で、ね、あ、いいね、ちょっと勘弁して。体でいける、うん、高い力も結構狙っていけるかな。いいよ。おっと、出た。よーい、よーい、これは無理だね。いや、いいよ、今素晴らしいシュートやったね。抜けちゃったな。フォルランやっぱ強えわ。あそこやっぱ抜けちゃうときつい。いけ、みんなで、おい、そろそろマルディン、やめな、お前。勘弁して、ファウルじゃないでしょ。なになに、お、ナイスだな、お前。そっちかい。オッケー。いやー、今のちょっといただきますよ。勘弁して、勘弁して。あぶねー、すげー、ベルカンプのいいとこ出てるよ。あれ結構入るんだけどね。僕さすがクルトワやな。今のいいよね、長いから。これ取れる、そう、それが一つ狙いだからね、高い位置で。いや、今スペッといきましたね、マガリアちゃん。はい、待って、あぶねえ。あ、そっち行っちゃう、腰入っちゃったね。おお、やばいねこれ。はい、え、なんで取れねえ、危ねえ。あ、やべ、こいつ、あ、まずいまずいまずいよ、こいつ、これだよ。やめろ、やめろ。オッケーオッケーオッケー、こいつ決めないから。オッケーオッケー、何、え、あー、しゅしゃぶねえ。落ち着いてたわ最後。あぶねえ、マジで。マジかよ。いやいや、あ、ならないで、ならないで。終われ。ならないよ。ふざけんなよ、お前、これ。わっさも、お前。おい、あぶねえ。いや、勝ってさ、何がクソ強本命じゃいって言いたかったんだけど。いや、マジか、ギリギリだって、まあまあまあ、ギリギリ。めちゃめちゃいい勝負やね、これ。